先ほど見た127時間について語りたいと思います。ダニー・ボイルというイギリスの監督の作品で、この人の作品は独特のオタクっぽさというか、おもちゃっぽいものを意図的にいっぱい入れてくるという見せ方をよくしています。今回の作品は単純な内容で、山歩きが好きな青年が、ある日岩に手を挟まれてしまうと、どうしても抜けない、さあどうするかみたいな内容です。岩に手が挟まったというだけの内容なんで退屈しそうですけれど、そこはもうダニー・ボイルならではの妄想の表現やら、回想シーンで抜け出せないジレンマ感というか、その苦しみがうまく表現されて、だからこそ見てて、すごく痛くなってきます。体がよじれるほど痛かったです。以上、またお会いしましょう。